はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビール。キリンの一番搾りの若葉香るホップです。心弾む爽やかな香り。アルコール度数 5%。限定醸造です。原材料が麦芽とホップです。なんだこれ。春が潜んでいます。花に、雲に、せせらぎに、春に心を委ねて、体を委ねて、冬には言えなかった一言を言ってみる。思い切ってあの人。ということでね。まあ、春ということですが、明日、なんか、関東の方で雪が降るらしいですね。どうなってるの？で、しかも、なんか、春、4月には、なったらなったで、なんか真夏みたいな暑さになるらしいですよ。もう地球が壊れてやがる。ということで、乾杯。一番搾り、まあ、これは、なんか一番搾りだけどさ、一番搾りってさ、常々思うんだけど、コクが全くないよね。まあ、香りはあるんだけどさ、これは、さらに普通の一番搾りに比べると、何が違うっつうと、あれだね。苦味がない。のかな。苦味がないんだけど、香りもない。で、キレがある。すっきりして飲みやすい。だけど、飲みやすすぎて、一体これは何なのか。まあ、ビールなんだけど、苦味も全然ないし、コクも全くないですね。何が若葉香るのかさっぱりわからない。なんだろう。これ何が香ってんの？若葉香るホップ。むしろ普通の一番搾りが香りないんじゃない？あるのかな？ちょっと俺一番搾り、あんま飲んでないんだけど、少なくともこれよかまあ、これよかは美味しいと思う。この若葉香るホップよか美味しいと思う。なんだこの限定醸造って。なんか、無駄じゃない？わざわざ限定でさ、なんか薄いんだけど、味が。味が薄い上になんか、香りもないし。なんだろう。グリーンラベルみたいな味。こう、夏にさ、夏に飲みたい、さっぱりした味みたいな感じ。美味しくないですね。
一番絞りでさ、今までで一番うまかったのは多分、間違いないと思うんだけど、一番絞りのプレミアムってやつ。一番絞りプレミアムってやつ。瓶のやつ。あれがめちゃくちゃうまかった。という、ね。つってもなんかあれだよね。一番搾りってやっぱ昔美味しかったような気はするんだけど。昔飲んだ時美味しかったような気はするんだけど。今飲むと全然うまくねえなって。思うね。苦味もないし、コクもない。やっぱりそこら辺で売られて、てかキリンだとやっぱラガーですね。俺はね。クラシックラガーでもいいんだけど、最近はラガーですね。普通のラガーが一番うまいと思ってる。感じはあります。まあでも一番搾りの良さっつうと、まあ何なんだろうね。結局麦芽 100% っていうのが良さなのか。麦芽 100%。これね、国産ホップ、いぶきをふんだんに使用した爽やかな香りって書いてあるわ。国産ホップ、いぶき。よくわからない。キリンだとやっぱね、キリンのラガービールと、あと、ハートランドビール。これが外せねえね。特にうまいのはハートランドですよね。やっぱり。ただあんまり売られてないんで。やっぱどこでも売っててってなるとラガービールになるんだよね。まあどこでも売っててうまいってなると。ラガーかクラシックラガーか。まあクラシックラガーもあんまり売られてねえっちゃ売られてねえんだよ。コクはない。甘みも、は、まあ、あれなのか。香りもない。そんなにない。これ買う価値なし。2332。ご視聴ありがとうございました。